ナンバーナインブルワリーのコンセプトはリフレッシング&ドリンカブルといって、とても飲みやすいビールを作ってます。なぜかというと、うちはレストランなので、1杯で、例えばアルコール6%とか7%のものばかり作ってしまうと、うちはジンも蒸留してるし、ワインも、たくさんあるし、カクテルも豊富なので、次のドリンクに飲み飽きしてしまって、次のドリンクに行きにくい。なので、まずはビールで軽く喉を潤してもらって、次のアルコールに行ってもらいたいように。ただ、その最初の一杯のビールも、ただの、リフレッシング&ドリンカブルではなく、香り豊かで、しかも、ちょっと対極にあるんですけども、軽いけど味わい深いとか、まあそういう、バランスの取れたビールをすごく作ろうと思って努力してます。じゃあ、おすすめビールを紹介したいと思います。まず最初は、あまりクラフトビールとか飲まれない方は、うちのハンマーヘッドエール、というアルコール4.0%のニュージーランドペールエールという華やかな香り豊かなビールがあるんですけども、これとうちのフライドチキンを合わせてもらって、コンセプトにもあるように、ちょっとチキンを食べた後のリフレッシュで飲んでもらうとすごいいいペアリングだと思います。もう一つは、クラフトビールをよく飲まれる方とかは、今シーズンビールであるマヌカスモーキーエールというアルコール度数5.2%のものがあるんですけども、こちらと、ジョスパーグリルで作る、ラムチョップ、これを合わせていただくと、ラムの、芳醇な香りと、スモークエールのスモークされた独特の香りがすごく、合っているのでおすすめです。僕が何回かニュージーランドペールエールとかラムチョップとかいろいろニュージーランドに関わることを言ってますけども、これはなぜかというと、僕ニュージーランドでビールを作った経験があります。なんでニュージーランドにいたかというと、姉がニュージーランドにおりまして、何回も、ニュージーランドに旅をしてたんですけども、行く間にニュージーランドでビールが作ってみたいというふうな気持ちになって、単身でニュージーランドに行きまして、でいくつかのブルワリーに働かせてくれというふうにこう突撃してったんですね。で、そこで一つのブルワリーで、働いてもいいよと、無給だったんですけども、そこで働きながら、ビールの醸造について、勉強したという経験があります。なので、ニュージーランドのホップとか、ニュージーランドのモルトとか、ニュージーランドの考え方とか、そういうニュージーランドに関わったビールを作ったり、原料を使ったり、ペアリングしたりというのを好んで行うようになっています。ニュージーランドに行く前に、僕は10年間ぐらい、千葉県にあるハーベストムーンブルワリーという、ビール工場で働いてました。その前は湘南ビールというところにいたんですけども、本格的にプロのブルワーとして、成長させてくれて、そして学んだところはハーベストムーンブルワリーになります。そこで、ビール作りの基礎とか、あとは考え方とか、作り方の本当に根本的なところを学んで、今に至っているというのが、僕の経験です。はい、うちは缶ビール350ミリの缶ビールも行っているし、実はバレルも2つぐらいあって、バレルエイジのビールとかも出してます。で、僕自身はここ横浜をクラフトビールの街にしたいと思っているので、そういう活動も行っています。なので、皆さんもぜひ、横浜に来て、ナンバーナインブルワリーに来て、いろんなビールを楽しんでもらったり、食事を楽しんでもらったり、この横浜の風景とかも楽しんでいただきたいと思います。